では、続いてメスが2倍体、オスが1倍体のような蜂のような場合を見てみます。同じようにメス親がいます。メスの方は人と同じ2倍体だけど、父親の方は1倍体。面白いんだけど、この父親、このオス親って未受精卵がそのまんま受精せずにムクムク発生してオスになっていくんですよ。だから対になってないんですね、染色体が。受精によってできてない、受精によって生じてないんですよ、このオス親って。未受精卵、原数分裂でできた未受精卵がムクムク大きくなって、オス親になるんで、これとっても面白いよね。そんなことがあるんですね。オス親になるんで、これ1本しか対になって、染色体が対になっていません。ここが人との違いだね。では、同じように姉妹を産ませてみます。姉妹を産ませてみると、姉と妹で母親ね、やっぱりね、さっきと同じようにどの染色体にも全然違った遺伝子が載ってるって仮定のままいきます。 ABC と染色体は区別します。で、母親どっちかね、どっちか1本を卵の中に残して姉に伝えます。 A を残す、A、あ、ごめん、 B を姉に伝えるか、 A を姉に伝えるかは1/2、1/2。まあ、どっちでもいいけど A が伝わったことにしましょうか。で、このオス親から伝わる染色体だけど、これね、面白いんだけど、このオス親、この父親って原数分裂しないで絶対 C を精子の中に入れて姉とか妹に伝えるんだわ。面白いね。原数分裂せずにこの C を必ず妹とか、あ、ごめん、姉とか妹に伝えるんだわ。だから姉にもこれ必ず C が行きます。お母さんみたいにどっちか1本選んでなんてしません。なので C をもらう。妹も同様です。お母さんからどっちか1本もらう。で、父親からは必ずこの C が入った精子をもらう。これ C 確定なんで書いちゃいましょうかね。C をもらうことはこれ確定です。姉や妹が C をもらうことは確定です。なぜならば、繰り返して言うけど、この父親は自分のこの C という染色体を原数分裂なしで絶対精子の中に入れて受精に使うからです。じゃあ同じように姉から見た妹の血縁度8バージョン見てみよう。姉から見た妹の血縁度。では同じようにダーツ投げます。まあダーツ投げなくてもいいんだけど、ダーツ投げてたまたま当たったダーツがこの赤 A だった時ね、我々が A を選ぶ確率はね、ダーツが A に当たる確率はさっきと同じように2分の1だ。 A が選ばれるか C が選ばれるかね、適当に A と決めて、赤い方にダーツが当たる確率は2分の1だ。2分の1で、それを妹も持ってる確率はっていうと、やっぱり2分の1。なんでかっていうと、妹はA をもらう場合もあれば B をもらう場合もあるから、 50% の確率で A が入った欄が、A が欄に入るし、ね、50% の確率で B が欄に入るし、ね、お母さんから A をもらう確率2分の1、ね、B をもらう確率2分の1。だから姉が A 持ってた時に A を妹が持ってる確率はやっぱり2分の1だ。さっきと同じだね。俺たちが投げたダーツ、適当に A と選んだ遺伝子が A である確率は2分の1、 A を選ぶ確率は2分の1で、妹も A をもらう確率は2分の1。繰り返して言うけど、妹には B が伝わるか A が伝わるかは 50-50 なんで、妹も A を持ってる確率は2分の1。母から妹が母から A をもらう確率は2分の1で、ここまでさっきと同じなんだけど、じゃあダーツ投げた時に C にダーツが当たったら、俺たちが適当に選んだ遺伝子が C だったらどうだろうか。俺たちが適当にダーツ投げて選んだ遺伝子が C だったら、妹、つまり、まずダーツが C に当たる確率は2分の1だね。 C を選ぶ確率
ダーツが C に当たる確率は、まあ、A に当たるか C に当たるかね、あの赤に当たるか青に当たるかどっちからとしたら、ダーツが C に当たる確率は2分の1だ。この C を妹も持ってる確率はいくつだろうか、妹にも C が伝わってる確率はいくつだろうか。これ 100% だよね。なんでかっていうと、初めにも伝えてしまったことですが、この父親は原数分裂なしで絶対この C を精神の中に入れて姉や妹に伝えます。なので姉が持ってるこの C を妹が持つ確率は 100% です。だから1、この1は妹が C を持つ確率、絶対です。絶対 C を持ってるんで 100% の意味の1を入れます。そうするとここが4分の1で、ここが2分の1なので、4分の1足す2分の1で4分の3になります。さっきと違うね。蜂の場合、つまりオスが1倍体の場合、姉から見た妹の血縁度は4分の3になるわけです。じゃあここまでがね、蜂の場合の姉から見た妹の血縁度です。さっきと違うね、さっきはここ2分の1だったからね、2分の1よりも大きい値になっているね。なんでこんな違いが出てきたかっていうと、繰り返して言うけど、父親が1倍体だからね、絶対 C が伝わってるっていう事情があるから、さっきの数字よりも多い数字が出てきたわけだ。じゃあここまでが基礎で、ここから先は全部発展なんで全部飛ばしていいです。じゃあちょっとね、考察してみます。これね、母から見た姉の血縁度、繰り返してるけど、ここから先難しいんで全部飛ばしていいですね。じゃあね、母から見た娘の血縁度計算できる？母から見た娘の血縁度計算できます？やってみようか。母から見た娘、まあ姉の血縁度、同じようにやってみると、ダーツ投げて適当に A と選んだ遺伝子が A だった場合、適当にダーツ投げて A が選ばれる確率は2分の1で、それを姉も持ってる確率は2分の1。なんでかっていうと、 A が選ばれる場合と B が選ばれる場合があるから。で、またはB に当たる確率が2分の1で、姉に B が伝わる確率は2分の1だから、4分の1たす4分の1で2分の1になります。これ2分の1って4分の線より小さいじゃないですか。だからこれちょっと面白いんだけど、母から見た娘の血縁度って姉から見た妹の血縁度より小さいんですよ。だから ここが面白くて、つまりもしかしたらこれ、だから自分で子供を産まずに姉妹を助けるっていうような、こういう社会性が進化してきたのかもしれないっていう議論が今続いてるんですよ。あれ、なんていうの、ちょっと不正確な言い方だけど、私と、つまり自分と娘の、遺伝的な近さって姉妹よりと、なんていうか、遠いのみたいな。姉妹の方が遺伝的に近いの？だったら子供産まずに姉妹助けた方が自分と同じ遺伝子が広がるんじゃねっていうような、ことに、もしかしたらそういうシステムになってるのかもしれないっていう。でももちろん、これってかなり、議論を適当に、省いていて、本当は、オスを産む日とメスが、オスが生まれる日とメスが生まれる日を、こうどんだけオスがどんだけメスが生まれるかっていうのをちょっと議論しなきゃいけないんだけど、それ取っ払って議論すると、もしかしたらだけど、娘を残すより姉妹を助けた方が自分の遺伝子っぽい、自分と似たような遺伝子が広がるから、姉妹を世話するような仕組みが発達したのかもしれないっていう議論が、まあ、未だに続いているんですよ。まだ決着は出てません。で、こっからなんていうの、この議論が発展していって、ドーキンス博士なんていうのは、もしかしたら俺たちは遺伝子の乗り物で、俺たちはこう自分と似た遺伝子をこう拡散するための生物体はシステムかもしれないみたいな、結構過激な、こうなんていうか、発展的な議論に今なっているところです。まあ今なお決着はついてませんね。ここちょっと面白いね。母から見た娘の血縁度って、
姉から見た妹の血縁度より低くなっちゃうっていう、まあ、ちょっと面白いところです。で最後にこの誰から見たっていう姉から見た妹の血縁度誰から見たっていうのを注目しなさいってさっき言ったのは、これ例えば父から見た姉の血縁度っていくつ、父から見た姉の血縁度っていくつ、いくつかっつうと適当にダーツ投げて絶対 C に当たるよね、 C しかないんだから。でこの C を姉も持つ確率っていくつだろう、選んだ C を姉も持つ確率っていくつだろう、1だよね。じゃあ逆に姉から見た父親の血縁度っていくつだろう、姉から見た父親の血縁度っていくつだろう、適当に選んだ遺伝子が母由来だ、母由来の確率は、適当に選んだ遺伝子が母由来の確率は1/2、それを父親も持ってる確率は0で、適当に選んだ遺伝子が青だった場合の確率は1/2、それを父親も持ってる確率は1で、これ計算すると1/2。これこんな風に父から見た姉の血縁度は1なのに姉から見た父の血縁度は1/2になるんですよ。こんな風にね、一倍体の生物がこれ入ってくると、あの血縁度って左右非対称になるんですよ。だからね、本当はだから誰から見た誰の血縁度かを絶対注目しなきゃ本当はいけないんだよね。まあ、ちょっと難しい話でしたね。後半は飛ばしても良いです。これが蜂の血縁度の、解説でした。